皆さんこんばんは。はい。ということで、えー、本日も終わりました、えー。今日は12月18日ということで、試合まで13日、もう今日は寝るだけですので、あと12日。早いなという。 感じがします今日の練習も、えー、黒沢良平君と、えー、がっつりと2時間ですね、えー、スパリングに次ぐスパリングを、えー、付き合ってもらって、えー、しっかり、えー、研ぎ澄ますことができました。そしてなんと見てください、この物もらいがね、ちっちゃくなってきてね、これ多分消えますね。ほら、よかった、ちょっとストレスだったので、えー、よかったなと。 今そういうい感じです、えーまあもうえー、今週からはですね、えー、あまり、あまりというか、えー、怪我に本当に気をつけて、今週は、うもう追い込みは、ここから追い込んでも、あのー、強くはならないので、今週はあのー、研ぎ澄ますというイメージですね、こう感覚を。 本能というか、肌感覚というか、なんて言えばいい言葉で説明できないんですけども、えー、感覚を研ぎ捨てます。そして、えー、フィジカルもこう維持できるようにしっかりと、あのー、練習をしていくという週になります。そして一番はやっぱり体重ですね。フライ級ですので、今回、えー。あと12日でしっかりこうギュッと絞っていきたいなと。えー、そういう風に。 えー、今日は黒沢くん明日はルくんと、えーまあ、スパーリングではなくてミッドですねと寝技をやろうと、えー、そういうふうに思ってます、えー、もうすぐ「ロードと UFC」のエピソード4かなが、えー、できますそちらり瓶さんも出演しててですね結構な対策になってますので、えー、皆さん楽しみにしててください はい。ということで、えー、本日も皆さんご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。